とと申ししまますす、えっと、私は折り紙のの研究いいうのをしています皆さん折り紙っていうのは一度は折ったことはあるかなと思うんですけれども折り紙の研究をしている人っていうとすごく少ないと思うんですねでどういうことをやっているのかっていうことをご紹介したいと思いますでまず私がなぜ折り紙の研究をするに至ったかっていうことをえー、っとですねあのたどっていくとある作品に至りますで、えっと、私は小学生の時に出会った作品なんですけれども えー、こちらはいこちらですねえっと前川潤さんの「悪魔」という作品でこれすごいなと思って頑張って折り方を習って折るということをやってましたで、えっとこれは非常にあの複雑な形ですけども一枚の紙から作られているものでしたでこれは非常にあの私の,あの印象に残っていてで今の視点から見ると特にこれで興味あるのは これがが中身がどううなっていいるかということここですねこの造形の背後にはこういったパターンがあります。これ展開図といって作品をパッと1枚の紙にまた戻した時にどんな折り筋になっていますかということを示した図ですね。これを見ると気化的な模様に支配されて気化的な秩序がある。これは設計図なんですね。この3次元の形を作るための設計図でその設計図というのを 何か基下的なパズルのような構成で実現していくとさっきのような作品が作れるとこれは非常にワクワクすることでこれはあの私の、えっと、ひ非常に強い動機づけになっていますで,、えっと、で大学に進んだ時にですね私は建築学科に進んだんですけれどもその中でなんか形を見るたびにはいろいろ創作をしていくみたいなことをやってましたこれも一枚の紙でできていていろんな形が作れると。 ということでいろんな創作を、まあ、あの建築へ勉強する傍らこちらにものめり込んでましたでこういうようなあの非常に複雑な形でもで立体的な形でも何か一枚の紙で作れるなということですであのこういうこれうのを作ってみてこんなことを思ったわけですねつまりどんな形でも作れるんじゃないのかなとで一枚の紙を切ることなく折るだけでどんな形でも作れるんじゃないかとこういう疑問をあこういう質、えー 問いですねこういう問いが生まれてきたとでこの問いに対する答えが、えっとまあ、いけるだろうと思ったのがこの作品ですでこの作品はあの3次元のティーポットなんですけどもともとコンピューターでモデリングされていますでそのモデリングされている立体形状を多面体として表してそれをえ忠実に1枚の紙で折るっていう問題になりますでそのまえ,えっと、えー 忠実ににに折るるたためにどううしたらいいいいいいかこととこをろろ考えていくわけですす多面体にするつまり多面体というのはですね三角形とか四角形とか単純な面がつながってできてますただそのままつながったままですと一枚の紙にはなりませんねで一度これをバラバラにしてしまえばいいだろうというのが考え方です一度バラバラにするともちろん簡単に平面に展開しますでただし面と面の間にこう隙間が出てしまいます ですからこの隙間の部分をひだのように折ってそれをこうまた再びくっつけるということを考えたんですでえっとこの動画の方で見ていただくと5つある三角形がこうシュッとお互いに近づいていってピタッと,と,とくっつくということが分かると思いますでここで着目していただきたいのはですねまあこの5つの三角形というのは1つの頂点を共有していますで5個の点があったやつが なのでこの折り紙を立体的な折り紙を作るという問題はいくつかの点があった時にそれを1個の点にまとめる折り方っていうのを考えるということに一つ集約されるわけです。でそれを実現する実はそれって、えっと、そんなに難しい考え方ではなくてまず一番簡単な例というのは2つ点がある。平面の中に2つ点があって じゃあこれを紙を折ってここに重ねてくださいって言ったら簡単にできますよねでちなみにこの、えっと、折り線ってどんな折り線になってるかっていうとこの2つの点を結ぶ線分この線分を垂直に2等分する線つまり垂直2等分線ですねこれで構成されていると垂直2等分線を使うとなんか2つの点がちゃんと重なるということになりますで、えっと、これ今2点ですね2点をじゃあ3点に増やしたらどうなるかということを考えます 実はこれはですね4本の折り線で折りたたんで3つの点を1点に重ねることができるんですけれどもその折りの、えっと、折り線の中で重要な骨格みたいになっている部分というのは実は先ほどの垂直二等分線を使っています。でどういうものかというとこの3個点があります。でそれぞれ辺があります。それぞれの辺の垂直二等分線をぶつけていってこのパターン左側のパターンができています。 でこのパターン、えっと、ここのの真ん中で一点で点交わってますね。この垂直二等分線が3本あった時に一点で交わるこの点って中学校の期間で皆さんあの懐かしいかなと思うんですけどもやったはずですねでこれは外心ですつまり外心の定理、えっと、この三角形を、えー、に外接する円の中心がで、えー、この垂直二等分線が交わってる。 でですので外心の定理があるので実はこれが折りたためて3つ,の定理が3つの点が1つの点に集まるということになっています。でこういう考え方を計算幾何学コンピューテーションジオメトリーの世界で拡張することができますで。この拡張した図というのはボロノイズというふうに呼ばれています。これは N 個の点を与えたときにそれぞれの点のが、えっと、平面を支配している領域を表した図だというふうに考えられます。 どういうことかというとある、えー、と領域っていうのはある点に対してのみ最も近いと例えばコンビニが4つ平地にあってであなたはどこのコンビニが一番近いですかっていうこう領域分けをした図だと思ってもらえればいいですでこの図を使うと実はこの、えーとえー、領域と領域を分けている境界線というのはですねこれは、えー、やはり垂直二等分線になっているとなのでこれとこれを折ると お互いいいい点がくくっついていくととうことで実はボロノイズというのを計算してそれをベースにしてまた複雑な折りを加えていくんですけども少し複雑な折りを加えていくとこういう形でバラバラだった面が1か所に集まってピタッと元の形を作ることができるだろうとこういうことを考えたわけですねでそれをあの実際に折っていったということになりますでこういうやり方が分かりますとこれを計算することができるわけです で計算することができるということで実際にプログラミングしてソフトウェアを作りましたこれオリガマイザーというソフトとして、えっと、公開していますでこれあのウサギの形ですけどもウサギも多面体なんですね三角形とか四角形とかできているとでそれがつながっていてでそれをポンと入れるとその展開図を作ってくれるというわけですでですねえっとちょっとこれがうまくいくかなすみません えっと、こちらの方が右耳でこの辺が左耳ですねこの辺が顔でこの辺が背中という感じになってますであのここまでできたらですねあとやることはですね簡単で折るだけでですね <laughs> で、えっとまあ、あの実はトリックが1つあってそれはコンピューターで生成したえ折り線の構造なのでこれコンピューター制御のカッティングマシンといって 折り線をつけてくれるマシンがありますのでそれを使って折り線をつけるあでも最後折るのはもう手作業ですでこの動画を見ていただくとですね、まあ、あの分かると思うんですけどあの背景の照明の色がなんかどんどん変わっていくのが分かるかなと思いますねあのそのぐらいの時間が大体10時間ぐらい折ってこういう形で完成しますで私がこれをあの発表した時に えっと、質問があって本当にどんんなもものでで作れるんですか、まあ、こうやっていろんなものを作ってできるでしょうって示したんですけれどもその質問っていうのは数学的な質問だったんですねで、えっと、どんなものでも作れるかつまり,りが、えっと、造形をする形を作る手段としての折り紙に理論的な限界が存在するのかしないのかとこういう問いだったわけですこれは非常にあの面白い未解決の問題でこれは非常に面白いなと思うことで、えっと、取り組むことになりました。 であのこの取り組みは、ですね MIT のコンピューターサイエンティストのエリック・ドメインさんとコラボレーションして、えっと、進めていきました、これ、オリガマイザーの証明という、まあ、未解決問題に挑んでいったんですけども、えっと、10年ほどかかったんですけども、つい先日、この証明が完成して、えっと、任意の多面体は、凸多角形の紙から、水密なエプシロン折り可能ということが分かりました、つまり、まあ <laughs> 一言で言うと、どんなものでも作れる <laughs> ということになります。 で、皆さんここまでお聞きになってですねちょっとこう思ったんじゃないかなと思うんですねで、あとですねあの私はこうワクワク感つまりその理論的なものを突き詰めるというとワクワク感で、えっとえー、この <coughs>、えー、折り紙こういう研究を進めてきたわけですねただまあ社会的な視点から見るとこれは何に役に立つのっていうことは多分疑問だと思われますでまあ難しいという話をしたんですけれども実はこの折りっていうのを もう何兆か何何か回と繰り返していて正確に折っている人たち、まあ達人がいるんですねでこれは例えばですねあのカブトムシの角というのがサナギの前の段階で折られている状態を示したものですでこれがサナギえっと脱皮してサナギになるときにポッとこう広がるんですねでこのこういった折りっていうのが実は使われていると自然界では、えっと、勝手に折り上がる自己組織化っていうんですけれどもえっと こう人間えっと我々が人工物で物を作るとき材料があってそれを作るための道具とか機械があって設計図がまたここにあってこれをうまく使って作るんですけど生物の形っていうのはその材料の中に作る仕組みもあるしそれをえっと設計する設計図も入ってるわけですねそういったものが勝手にこう形を変えながら作っていくとこういう仕組みにインスパイアされて何か作れないかっていうことを考えたのがこちらにまあえっと示したような自効織りという考え方ですつまり何か紙に えっと、パターンを印刷してそれを電子レンジに入れてチーンとしたら中3次元の形が勝手に出来上がってるそういったことができないかなということを考えてますで実際にですねあのマイクロスケールにおいては熱や光に反応してこう勝手に折り上がるような材料というのが開発されていますでこういうものは開発されてますのでただまあうさぎが作れる段階にあるかっていうとまだなんでそこが、えっと、未解決の問題がたくさんあってそこを研究しています で平坦な状態から立体になって立体から平坦になるということはあの折り紙を作るというだけじゃなくて例えばこういう建築の応用というのが考えられます例えば折りたたんでおいて必要な時に開き開くそういう仮説な建築物であるいは形を変えながら使えるようなものっていうのが作れるんじゃないかということに想像が広がっていくわけですね。 でそ,のそのためにはまたこう動きの問題どうやってデザインするか動きをどうやって理解するかみたいなことが必要になってそこにまたこう未解決の問題がたくさんできてくるとでそうするとですねあの1枚の、えっとまあ、紙を折るというだけではなくていろんな問題が、えっと、出てきますでえっとまあ身近にある折り紙というものですけれども、えっと、そこからいろんな未解決問題が出てくるとでこちらはですね えっと、こう折りたたんだ状態からパッと展開してこんな形になるんですねでこれはですね、えっと、折りたためるこう柔らかさっていうのと構造的な強さ、まあ、建築で求められる構造的な強さっていうのを両立するにはどうしたらいいかということを考えて作った構造ですでこういう感じで新しいこう問いを見つけるとそれに対する新しい答えでそれが今まで誰も見たことのなかったような形っていうのが生まれてくるわけですでそういうういい形でその折り紙っていうのは えっとまあ、身近な遊びですね。で、身近な遊びである折り紙というものにもこう人類未踏の領域というのがこう含まれていて、そこをこう。我々一生懸命探索しているわけです。今日はご清聴ありがとうございました。